はい、あの第37回目の皆川見聞録は、パリ五輪で金メダルが期待される陸上の女王に会ってきましたので、はい、ご覧ください。楽しみ。179センチという恵まれた体格を生かしながら柔らかくかつしなやかに喜怒哀楽を全身で表現し、その笑顔はとても印象的。それが去年の世界陸上やり投げの金メダリスト、北口榛花選手。先月新潟で行われた国内で最後の大会、優勝を決めた翌日、限られた時間の中でもともと親交のある皆川さんとのスペシャルインタビューが実現しました。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。こんにちは。昨日おめでとうございました。ありがとうございます。こちらのビッグスワンで、あ、はい、優勝しました。はい昨日あそこで投げましたね。あそこで投げてました、はい、もう北口さんに出ていただきたくて、でみんなディレクターもプロデューサーみんな本当ですか大丈夫ですよ、はい、ちょっと心よく受けてくれます。新潟はお父さんとお母さんが昔住んでたって。あ、一応私も住んでたんですけど、うん、2歳までしかいなかったので、絶対記憶ない、記憶ないです、はい、でもなんかそんなゆかりがあって、はい、実は北口選手、現在もパティシエとして北海道旭川市で働いているお父さんが湯沢町のホテルで働いていた時、2歳までご両親と南魚沼市に住んでいたことがあり、新潟とのゆかりがあったんです。新潟どうでしたか、環境は。あの私のいつもやり投げなぜか平日が多くて、あんまりその人が入らない時も多かったんですけど、今回はやっぱビッグスワン大きいの で、 そうですよ、ね、人がいないとちょっと目立つというかはいはい、はい、埋まってないなっていう感じがあるんですけど、今回は結構人が埋まってたなっていう印象でした。なんか僕たちいつから北口さんがっていう前に、だいたいカメラクルーの集団がゾロゾロゾロって動くんですか。あっちなんだ。選手でいらっしゃる。もう集団で。そうそうそう、集団で。あれは北口さんのグループなんだろう。はいはい、うん、その笑顔や愛くるしいキャラクターが人気の北口選手。大会ではたくさんのファンとカメラマン、記者に囲まれ、常に注目の的に。もちろん人気だけでなく実力も兼ね備えていて、今シーズンも世界大会で優勝、オリンピック陸上女子投てき初の金メダルを期待されています。僕はなんか他の選手より北口選手はなんかこう独特っていうか、体の使い方すごい独特だなと思ったんですよねどちらかというと弓矢のように北口さんのやつは見えて、そういう体の使い方する、なんか使い方違いますねっていう話をしてたんですよね昨日。あ、日本人の中では体の身長のサイズが大きい方なので、はい、体の大きさを補うために日本人はやっぱりスピードっていうものを、うん、スピードとかパワーとかそういうものをプラスしないと海外の人には勝てないとか必要になってくると思うんですけど、私はあんまりそっちに振ってなくて、体の柔らかさとかがないと逆に投げれないぐらいな感じなので、まあ違うようには見えるかなというふうに思います。そうですよね。はい、投げた後も結構時間あるじゃないですか、はい、あの時間って どういう感じなんですか。私はどっちかというと修正点をその間に修正するためにその間動いてるんですけど、やっぱり私は多分動きすぎかなって思うぐらい多分動いてるタイプで、まあ日本人に多いのかな、海外の選手はずっと座ってるタイプが多いんですけど、待ち時間に座って自分の番来たらちょっと動いてすぐパッて投げるタイプが多いんですけど、日本人はやっぱりなんか座ると固まるからとか、ね、そうですよね、そういうのを考えたりする頭があるのかなっていうふうに思ってて、私も昨日みたいに最初19人いたので、はい、そういうふうに人数が多いと8人前の選手
が来たらウォーミングアップ始めてっていうのを、うん、ルーティーンがあるんですね。いつも計算してやってます、ね、常に自分の力で切り開いてきた北口選手、その突破口となったのがチェコへの単身留学でした。海外にも環境を求めたじゃないですか、はい、そこは どういう心境でというか、どういういきさつでそうなったんですか。やり投げ、日本人はめちゃくちゃ研究熱心だから、やり投げについてすごく研究は進んでると思うんですけど、やっぱり世界記録投げてる、はい、今私が行ってるチェコは男女ともに世界記録投げてる選手がいる国だったので、一回習っといた方がいいかなっていうのはあってずっと海外に行きたいなっていう気持ちはありましたし、まあ、海外旅行好きで海外旅行は海外旅行はちょっと違うじゃないですか。海外に行きたいなっていう気持ちがあって、まあヨーロッパにいればすぐ行けるじゃないですか。なのでなんかその分そのいろんな国に行けるからすぐ行って行けるので、それもいいなっていうふうに思ってね。今日実は北口選手との接点はマッサージというか治療家がね一緒というか、僕についてた子が今北口選手もサポートしてて、それで出会ったんです、はい、これは何なんですか。これは自分のサイズの椅子です。自分のための椅子。さっきのカメラマンと何なんですかこれ。決して宣伝したいだけじゃないか、この自分が座るための椅子なんで、うん、プリントをしてありますけど、骨盤がだからこう寝ないようにですよね、はい、後傾しないように。そうですよね。この自分のすねの長さを測って自分のサイズにしてもらった椅子ですね、うん、だから結構体のケアも含めてすごいまあ、プロだなってすごく印象がありますけどね、北口さん。そうですか、うん、なんかやっぱりちゃんとやられてんだなって思いますけどね。なんかでも小さい頃からスポーツやってたので、やっててなんかケア結構行かせてくれてて両親、うん、あ、そうなんですか。なので行くのが当たり前みたいな、なんか東京に出てきた時もやっぱり行くとこを探さなきゃいけないっていうとこから始まって、最初はその代表のトレーナー、代表でトレーナーについてくださってた人のところに遠いけど通ってたりとかして、うん、まあ、ご両親がバスケをずっと2人ともやられてて、だから そういう意識があったんでしょうね。もあったと思うし、あとは結構流行り物に乗っかるタイプだったので、うん、そんなことないと思うんですか。スパイラルテープって流行ったじゃないですか。それもやったことありますし、なるほど、娘体中がもうスパイラルテープやったことあったんで、なんかやっぱいいと言われてるものはまずはやってみる、まずはやってみるタイプだと思う。日本だけでなく海外の陸上大会にも参戦している北口選手、そこには今までとは違う道を常に切り開いて進む彼女の真の強さがあります。なんか今 JAL さんがまあ所属で入ってて、はい、でまあ、陸連というまあアマチュアスポーツの中にいて、ただ自分で環境を求めて海外にも行き、でもう何て言うんですか、こう自分が会社じゃないですけど、やっぱりこう自分自身で動いて初めて環境とお金と、まあね、成績を出していくっていう、今だいぶ昔とは違う状況になってんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、うん、やっぱり、まあ、自分で作らないとうまくいかないというか、うん、前先にやってくれ、先に人がやってくれたものがどんどん減っていくから、うん、その昔の選手が達成してたこととかもどんどん自分が次やろうとすることの中には減ってくるので、うん、次新しいことをどんどん新しいことが降ってくるというか、うん、そういう感じではあります。そうです、はい、パリはどういう位置づけなんですか、自分の中では。まあ、でも年齢的にまだもう、そうですね、頑張れば2大会いける感じなので、でも
東京を経験して、うん、やっぱりオリンピックは世界選手権とはちょっとまた全然違う試合だっていうのも、うん、やっと行かなきゃ分かんなかったと思うので、はいはいはい、経験して分かったので、うーん、やっぱりパリ、まあ、年齢あのその続けられるかもしれないですけど、取れるときにやっぱり狙えるときに、ね、あの狙って取りたいっていうのはあるので、あの、まあ、メダルは欲しいなっていうふうには思います。そうですよね。なんかでも、うん、やっぱオリンピック特別な試合なんで、うん、あのその環境だったり全てを楽しめたらいいなっていうふうには思います。なんか手にできるといいですね。そうですね、はい、じゃあ パリへの目標なのか、それとも、まあ、ご自身でちょっと新潟の方たちにメッセージを軽くいただけると嬉しいですね。はい、あ、でも新潟出身じゃないからね。新潟県の皆さん。このキャラクターがいいですよね。新潟県の皆さん、ね、いつも応援ありがとうございます。あの、いつも新潟、去年新潟ちょっとだけ旅行させてもらって、あの、すごくのどかで、やっぱりご飯が美味しくて、しいよね、あの、とてもいい旅行になって、はい、あの、シーズンオフの旅行だったので、次の今のシーズンにすごくエネルギーになったので、とてもあのいい旅行になりました。あ、パリ、今年パリがあるので、あのパリでやっぱりメダルが欲しいですし、まあ、みんな金が一番いい色だっていうのは分かってるので、うん、あの、少しでも金に近づけるように頑張りたいなっていうふうに思います。応援よろしくお願いします。ぜひ余裕が出たらまた、あの、はい、はい、余裕が出たらぜひ、はい、お寿司ぐらいはあの奢れますので、はい、ありがとうございます。今日はあのお忙しいのにありがとうございました。ありがとうございました。はい、ね、可愛らしい笑顔が、ね、印象的な北口選手でしたけれども、皆川さん取材してみていかがでしたか。そうですね、やっぱりパリ前の緊張感と、うん、一方このちょっと少し素顔を見せてくれたのはすごい良くて、今日僕このスタジオで来て金メダル取りそうな人と金メダル持ってる人がいるっていう、結構すごい絵だなと思いながら。健太郎さんだって4位で。いやいや、私はもう、あの、私はまあやってましたけれどもね。高瀬君どうでしたか。なんか北口選手に何かありますか。まずはなんかこう人間力っていうか、こうピュアさとかね、ナチュラルさっていうのはすごい素敵だなっていうふうに思いましたし、しかしながらやっぱ競技面っていうところにおいては相当のやっぱストイックな考えを持ってるんだろうなと。でも何しろね、あのパリオリンピックは本当に特別な環境なんですけど、いかに大事なのは自分らしく、全てを出すっていうところが大事だと思いますので、その準備をしていただければと思います。パリオリンピックも控えてますし、オリンピックは特別なものっていうふうにおっしゃってましたけど、やはりこう世界選手権とかとは違うものになりますか、オリンピックっていうのは。はい、そうですね、まあ、周りのやっぱり雰囲気が変わってくることと、あとはもちろんその大会のレギュレーションだとかそういう環境面も違うので、そこにしっかりと対応していかなきゃいけない部分がありますけど、でもそれも準備の中の一つとして、いかに普段通りの自分を出せるかっていうところが非常に大事なポイントかなと思うので、必ずやってくれるんじゃないかなと思いますね。余計なプレッシャーかけちゃダメですね。それ副団長ですよ。副団長ですからね。立場としてどうですか、今回の日本代表顔ぶれ大体出てきましたけど。そうですね、はい、なんかあの個人競技の方はもちろん、またチーム競技の方々もですね、非常に活躍されているということで、今回のチームジャパン、あ、非常に期待できるんじゃないかなというふうには思ってます。いや、力強い人を出しました、楽しみですね、はい、VTR の北口選手も新潟ゆかりの選手でありますが、今大会ですね、新潟出身の選手ですでに内定している選手の皆さんがこちらになります。ご覧ください。セーリングの富澤選手であったり、男子バスケットボールキャプテンの富樫勇樹選手であったりが今並んでいますけれども、井上さんどうですか、柔道ではキャプテンを務められた経験もあると思うんですけれども、どうご覧になります。そうですね、はい、素晴らしいタレント揃いの方々ばかりで、本当に活躍を期待したなというふうには思っております。ありがとうございます。そして県ゆかりの選手もまだ他にいらっしゃいまして、例えば
男女サッカーからはアルビレックス新潟レディースの平尾千佳選手であったり、今回オリンピック初となりますね、元アルビの水戸俊介選手などもいらっしゃいます。そして水球といえばやっぱりブルボンですね。そうですね、はい、3人ですね。もう花村選手なんかは4大会目のオリンピックとなるベテランでもいらっしゃいます。はい、ぜひ地元からも、ね、声援を届けたいななんて私たちは思っております。そうですね、まあ、こうやって新潟にゆかりのある選手も多くいらっしゃいますけど、皆川さんどうですか？そうですね、やっぱ新潟ってあのアルビレックスさんのおかげもあるんだと思うんですけど、すごくいろんなスポーツが普及していって、でさらに若い人たちの根があのしっかりと種まきができて、でトップリーグまであるっていうこの環境が多分こういったゆかりを生んでるんだろうなというふうに思いますね。そうですね、まあ、新潟からもこう、ね、エールを送りたいですね。ここまで皆川見聞録でした。